片平の土地の真ん中ぐらいやな。そうやね。名前ね。嵐。嵐。御船祭りとは、右京区佐賀朝日町にある車崎神社の例祭で、船祭り、西祭りともいい、898年9月、宇多上皇の行幸に際して行われた大井川での地下還元の船遊びにちなんで行われるのです。流東線では還元楽、激須線では火曜日に胡蝶の舞が行われ、また色とりどりの舞扇が流される中、地下線、洋曲線、小唄線、大海線など二十数隻の芸能線が出て、大宮人の優雅な船遊びが再現されるのです。鎌倉時代の歌人藤原定家をしのぶ
二村院と日本カルタ院本院の主催でカルタ期法要が営まれます。5月27日は定家が動員で小倉百人一首を選定した日と言われ、本堂で佐賀五流の喧嘩の後、有段者による奉納試合があり、この試合の後は派手やかな王朝衣装をまとったカルタ姫たちが、動きの激しい競技カルタとは趣の異なった古式歌がるたを披露するのです。祇園祭りの山鉾巡行を1週間後に控え、鉾町で鉾の組み立てが始まります。釘は1本も使わず、重さ5トンから14トンにもなる鉾を伝統の縄締めの技法で組み上げていきます。完成すると鉾町の人たちが総出で引き染めが行われ、夜には駒形提灯に火が入り、祇園囃子が賑やかに奏でられるのです。僕らの時のザイルで言って、この中にはマニラーサーじゃない。